はい徳島市理り「n h k ープンコ o w a ということで、えー、令和3年4月の18日夕方の5時40分です。 えー、つい、ほんまにね、1分前まで、えっ、ー、と、立花投手と堀江門さんの、えー、何やったっけ、雑談っていうね、えー、アプリで30分ぐらいかな、ちょっと、その、あのライブ対談っていうのをね、えー、聞かせていただいておりました。予定ではね、夕方の、えー、5時5分から、えー、35分までっていうことだったんですけど、あのー、ちょっと全体的にこう、多分、スケジュールが、 押してたんですかね。で、立花投手が実際に登場したのが、5時15分ぐらい、えー、だったんちゃうかなと思います。で、まあ、ちょっとこう、前にずれ込んで、あのー、30分間ね、えー、トークをされたんですけども、あのー、この雑談っていうアプリが、まあ、有料っていうことでね、多分、その、普段ね、YouTube を気軽に見る、うー、ほど、 なんだろう多くの人が多分あんまりそこまでね、えー、見られてないのかなまだね、そんなに浸透しきってないのかなっていう感じがまあ、あったんで、とりあえずまあ、えー、僕はね、まず登録をしてみて、で、まあ、もちろんね、その有料のコンテンツなので、例えば画面収録とか音声をね、えー、YouTube で流すっていうことはもちろんダメなんで、まあまあ、感想っていうかね、こんな感じでしたよっていう、う こと、ちょっとまあ今から喋ろうかなと思うんですけど、まあ立花投手自身がね、喋ってることっていうのは、まあ普段 YouTube とか、えー、でね、えー、言ってることとほぼ一緒でしたね。その、まあ昭和党構想の話っていうのも、まあ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 普段お話しされてることっていうのを改めて、まあ堀江さんなり、その、えー、寺田由紀さんに対してまあ喋ってる。 で、その対話形式で、それを聞きに来てる人たちに、まあ、広く知ってもらって、あ、じゃあ俺もなんかこういう政治団体立ち上げて、小波党連合に参画しようかな、みたいな人っていうのが、まあまあ、一人でも二人でも、うん、出てきたらいいんじゃないのかな、っていう風な趣旨だったんじゃないのかなと思います。で、えー、話の終盤にね、ちょっとまあ、立花投首が仕掛けるじゃないですけど、 ホリエさんもなんかワンインシューでそういう政治団体ないかなってちょっと僕も考えてるんですよね、みたいなことを言ってて。で、ホリエさん自身もね、いやー僕はちょっといいですよ、みたいな、そういう感じじゃなくて、割とですよ、割と僕が受けた印象的には、割とまんざらでもなさそうな感じの印象は受けましたね。 ま、どこまで内容を言っていいのか、まあ、感想なんでね、ま、あ言っていいと思うんですけど、その、まあ、堀江さんといえばロケットを飛ばしてるじゃないですか。あのー、僕もね、YouTube とかを通して、その、打ち上げの瞬間とかたまに見たりしましたけど、その、ロケットとかね、ロケット島って言ったんかな。で、そういうので、あのー、やりませんか、みたいな。 参画しませんかみたいな。まあ、公開オファー的な感じのことを、まあ、立花投手も言ってて。で、えー、先日ね、YouTube で言ってた船橋の市議会議員選挙に、まあ、10名ぐらい擁立して、で、まあ、いろんなね、その、NHK 問題だけじゃなくて、例えばその、なんだろう、う愛炎党だったら愛炎党とか、動物愛護党とか、いろんなこの、ハゲ党とかね、そういうのを、細かに、 両立して、どれぐらいそれぞれ票を取るのかっていう、まあ試験的なこともやりたいと、YouTube でね、以前おっしゃってたと思うんですけど、まあその話も出てて、それに対してはね、堀江さんも、あ、いいじゃないですか、みたいな、面白いじゃないですか、みたいなね、結構割となんかこう、肯定的というか、うーん、僕が持ってるイメージですけど、あの、堀江門チャンネルってね、普段、堀江さんが、まあもちろん無料で、YouTube で、 公開してるね、誰かと対談したり、うーん、まあ、お金もらってるのかどうかわからないですけど、どっかの企業さんの宣伝も兼ねて、コラボしたりとかしてる、YouTube のチャンネル、僕もちょろっと見るんですけど、あのー、あんまりね、乗り気じゃない時の堀江さんって、結構ダメ出しするんですよね。え、でもそれってこうやってこうやってこうやったら、あのー、ダメになるんじゃないですかとか、とか、え、でもそれってもう先にやってる人いますよねとか、 割とね、はっきり否定するんですよね。あのー、その配信上であっても。とか、もう、いあらからさまになんかスマホ触り出したりとかしてね、こうラ、ラインなんかなんかわからんけど、こっちの人一生懸命喋ってるけども、堀江さんあんまりね、こう、上の空みたいな、そういうのも何回か僕、ちらっと見たことあるんですけど、まあ今日のね、立花投手との対談っていうのは、もちろんその雑談って映像がね、こういう感じで映像が出てるものじゃないので、 なんだろう。どういう表情と距離感で、二人が喋ってるかっていうのは、まあまあ、ラジオみたいな感じなんで、実物は見えないんですけど、割とね、共感してたんじゃないのかな。堀江さん自身が共感をしてるような、声のトーンであったり、えー、返事の仕方だったんちゃうかなと思います。で、なんか最後の方、終盤はね、じゃあもうこれロケットと、 決まりですね、みたいなことをね、立ち回ってほしい。言ってて、決まりっすね、みたいなこと言ってて、それに対してもう、堀江さんは、いや、ちょっと待ってくれとか、いやいやいや、とか、そういう風な反応でもなかったんですよね。あのー、まあ、後でね、この雑談に登録してる僕、僕はまたアーカイブが多分見れるっていうことなんで、もう一回まあ聞き直してみようかなとも思うんですけど、なんか結構ね、そういう、 割と諸派党構想、諸派党連合に対しては、いい感じで言ってましたね。で、ハゲ党ね。皆さん最近気になってると思いますけど、ハゲ党ハゲ党に関しても、まあ、ちょっとね、あの、インパクトがあるんで、ちょっと半笑いというか、笑いながらだったんですけど、そのハゲ党の意図っていうのを立花投手が説明していくと、ああ、なるほどね、みたいな。ってなってくると、例えば、 観測党とか、貧乳党とか、そういう人らも、私もいいのかな、俺もいいのかな、みたいな感じで、その、ハゲてない人も、また自分の、例えば、うん、今までだったら、ウィークポイントだったり、うん、コンプレックスだったところっていうのを全面的に押し出してくるような政治団体で、それに対して共感してくれるような人っていうのが集まっていくと、それこそ立花党首が言ってる、まあ、合理的な少数派の団体が一個ずつできていく。 ような話なんですよっていうのを立花たちが一生懸命こう説明してるんですけど、割とね、ちゃんと話聞いてくれてるというか、ふん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 みたいな、なるほどみたいな、面白いねみたいな、なんか肯定的な雰囲気をものすごく僕はね、え、感じましてね。この雑談っていうのはどこが運営してるんですかね ?H.I.U. さんなんかなよくわからんけど、え、月額1500円かなぐらい。 かかるみたいです。YouTube でいうところの、その広告が表示されなくなるとか、バックグラウンド再生ができるっていう、その YouTube プレミアムっていうね、僕入ってるんですけど、YouTube プレミアムとほぼほぼ一緒ぐらいの多分金額ですね。確か。うん。なんで、まあ、なんだろう。僕はね、メインで今日立花投手の話が聞きたかったので、まあで、それに対する堀江さんの反応っていうのがまあ、肌で感じるというか、まあ見てみたかったので、 まあ今日ね、登録してみましたけど、あのー、前回も出てたんかな前回は僕ちょっとね、登録の仕方がいまいちわからんかってやってなかったんですけど、まあおすすめですね。ただその月にね、1500円払うのがちょっとしんどいっていう人は、あのー、まあどうなんかなっていう気はしますけど、あのー、それ以外のね、人、立花投手以外の人ともこういろいろ会話したりしてるんですよね。えー、美濃浩介さんとか、 え、死ぬこと以外かすり傷のね、あの人とか、あと誰がおったから、茂木健一郎さんとか、有名な人で言うとね、あとまあまあ何人かおったんですけど、ちなみにね、上水館長の名前もありましたね。あの対談する、あの、あのゲストの欄にはないですけど、その登録してる人の中にはありましたね。<laughs> なんか笑、笑けてくるけど。まあそんな感じでね、雑談、僕初めて、 えー、アプリに登録して、で、立花投資と堀江門さんの、その、うん、ラジオ感覚での対談っていうのを、まあまあ、聞いてみて、内容的にはまあそんな感じでしたね。まあもちろんもっとね、えー、いろんな内容の話もあったんですけど、まあ、気になる人はね、えー、お金払って登録してみたらいいんじゃないのかなというふうに思います。まあ月1500円、年間、えー、1万五千円、1万八千円 うん、そんなに僕は高いものだとは思わないかな。まあ思う人はまあ仕方がないかもしれないですけど、うん、僕は登録してよかったなというふうな気はしましたので、まあおすすめですね。はい、そんな感じです。以上です。徳島市より NHK をぶっ壊す。<laughs> <laughs>